皆さん、こ、え、ん、ー、にちは。タラベリー、2023年受験対策の税理士母罪横断クラスに関するガイダンス講義ですね。えー、こちらの方を開始します、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、そしたらですね、今日おご聴講いただくこちらのガイダンス講座なんですけど、おこれはですね、えー、2023年度お、2023年度の税理士本試験においてですね、 まあ、論財務諸評論といういわゆる会計科目というふうに税理試験では言われるんですがこの2科目同時合格を目標に、えー、1年間程度、ね、勉強をやっていただくこの母財横断クラスについての要点用紙をですね、まあ、講義の方を担当させていただきます私富田の方からですねお時間1時間弱ぐらいになると思うんですけども頂戴いたしましてですね、えー、そのポイントであったりあとはまあ僕がね講義を進めるにあたっての まあ重視する部分なんかを端的にねご案内をできればなというふうに思っております。まあ今日はあの別にね勉強というわけではないのでこれからまあ税理士試験ね学習を始められるにあたってですね。 えー、まあどうしても必ず受けなきゃいけないのがこの簿記論財務省の会計科目になります、まあ、大学院等の免除を就労なんかをね通して、えー、免除申請通ってる方でも会計科目はね少なくともどっちか取っていただくというのは基本になるわけですからあそういったことを考えるとやっぱりね税理試験ということを考えればまあ避けては通れないのがこの会計科目ですよという位置づけになるし、まあ、なおかつ税理試験の勉強を始められる方々の まあ少ななななくとも8割7割ぐらいいになるんじゃないかな、まあ、実際ここは統計取ってるわけじゃないんでわかんないですけどほとんどの方々が一番最初に受験科目として選択されるのがこの会計科目だね簿記論と財務諸評論というこの会計科目を選択される方が圧倒的に多いです。まあそれはやっぱりあの日照簿記検定なんかのつながりがあるんでね、えー、まあ全くイコールというわけではないんですけどもまあ一般的に 日商でででの級級あったり2級ぐらいまでですね、えー、ここら辺までの学習していただいた方々は、まあ、同じような流れで学習をね進めることができるっていうのがこの税理士会計科目の特性になります、まあ、同じような流れって言ったで全く同じスタンスで困るわけですけども当然税理士レベルに引き上げというのは図らなきゃいけないけども、まあ、かなり問題の質的にも類似はしてるんですね、えー、特にまあ私メインで担当してるのが募記論っていう純粋な計算科目になるんですが募記論なんかはね あのー、日照簿記検定にかなり近いですよ近いでかなり近いんですがまあ純粋に内容が税理士レベルまで深くなるっていうだけなんで、えー、あれなんですけどねまあそういったつながりをあるんで、まあ、やっぱり多くの方々はこの会計科目からお入りになる方が多いというのが実情としてありますでこの税理士の、まあ、いわゆる会計2科目ね 募金論と呼ばれる科目と財務諸表論という2つの科目になるんですが、まあ、この2つの科目をね同時学習をやっていただいて、まあ、2つの合格を目標に同時学習をやっていただいて、えー、初年度の段階でね5科目必ず受からなきゃいけない税理試験の中で必須となっている会計科目2科目をもう一年度で、ね、まとめて合格してしまいましょうというコンセプトのもと始めたのがこの母材横断のクラスになります。 まあ近年いろんな予備校さんが類似のクラス設定をされているところもありますが、まあ、ある意味この母材横断のクラスというのをね大、えー、々的に始めさせていただいたのは私どもレックがある意味元祖であるともう自負しております、えー、十数年もう初回のクラスが担当して、えー、始まってからですね十数年、えー、この母材横断のクラスに関しては実施をさせていただいている。 まあ担当自体は私で3人目っていうところになりますんでえそれなりのもう蓄積もねえ積んできたっていうところは事実としてありますしまた例年ですねえ私担当させていただくようになってもう56年経ちますけども多くの方々に合格をしていただいておりますえー結構合格率もいいよっていう事実がありますまあそれは僕の腕でも何でもなくてえやっていただく方々がね真摯に勉強に取り組んでいただいている一つの少佐だとは思うんですけども例年ね しっかり成果も出してきてるというところもあるのでまあ多くの方々は当然受験勉強を始められるにあたってね資格試験なんていうのはこれ誰に聞いたってそうだと思うんですけどもあの早く終わらせた方がいいに決まってます。長いこと勉強をやることに意味はないので、えー、特にこういった修行系の資格というのは取った後に何をするかが大事なんであってね えー、税理士試験に合格するというのはスタートに立つまでの準備に過ぎないわけですからあまあそれ自体はねそんな長いことを時間かけても正直意味はないわけですね早くう税理士資格を取った上でその税理士資格をどう生かすかっていうことがまさに皆さんにとってのね、えー、主要な課題になるわけであってその準備期間のところってねやっぱり効率性を重視しながらあ短期的にね試験の勉強っていうのは終えるのが理想は、まあ、もう間違いない。 ね、だからそういったことを勘案すると、まあ、まさにこの僕が担当させていただいている母材オーダーのクラスというのは1年間の勉強で2科目の合格を目指しますって話ですから、まあ、ある意味ね効率性というのは極めて高いで効率性というのは極めて高いんですがただあの間違えていただけなきゃいけない間違えられると困るんですけどこれねあのー「簿記論と財務諸評論」っていう。 まあ一つのね会計科目という領域にはなってますけど、それぞれ独立した科目になってるんですね。試験科目としてはそれぞれ別です。で、一番ベーシックなクラス、私どものも実施はありますが、一番ベーシックなクラスというのかな、受験のための通学コースなんかを前提に考えると、これは簿記論は簿記論を受験のために1年間勉強をやり、財票は財票を受験するための勉強をやる。簿記論と財票はそれぞれ分けて単独でね、それぞれ勉強をやっていくってこれが基本です。 あくまでも基本、ね、模擬論は模擬論材料は材料それぞれ分けておおむね大体1科目ずつで言ったら1年間それぞれ1年間ずつ勉強していくというのが基本のスタンスではあるんですがまあこれをねいいですかえー、単年度の学習で2科目同時合格をすることができればですね当然のことながら普通に勉強をやっていけば2年間ねえ そのままストレートを受かったって二年間かかるところを一年目で二つスト取れてしまいましょうって話ですから受験期間って言ったら単純に一年間縮めることはできるわけですねで早く税法に入ることができるただこれはねあのいいことばかりではなくていい,いいことばかりではなくてちゃんと言っとかなきゃいけないことなんでまあ初めにもう僕言っときますけどもあのねこの母材横断のクラスを勉強すればあたかも一科目分の勉強で二科目合格できるというふうに思われる方がいらっしゃるんですがそれは違いますよ それはもう断言します。違います。2科目分の勉強までにはならないと思う。ね。どうしたって、簿記論も財票も重複する知識っていうのはありますから、2科目分までの勉強はいりません。だから、簿記論は簿記論財務省は財務省の、それぞれ1科目ずつ勉強することに比べれば学習負担は少ない。間違いなく少ない。だから2科目分の勉強はいらないんで。ね。っていうのも、簿記論の授業と財票の授業ってそれぞれ分けてやったことある方は知ってると思うんです。僕らの時代はそれしかなかったんで。 あのー、そういった形で勉強するしかなかったんですけどあのね結構ダブるのよやってることが。だから例えば初年度ボキロン勉強するでしょでボキロン合格して翌年ですね財庫始めるじゃないですかそうすると大体通学なんかだと9月ぐらいから開校するのが多くて翌年8月の試験受けるんですけどまあそうね先にボキロンからやってボキロン合格した人にとってみるとね9月から財庫の授業始まっても計算の部分に関して言うと。 1>, 1月か2月まですげえ暇です。僕の経験上すっごい暇です。なぜならばほぼ何もしなくったって月齢試験とかあれば勝手に上位に行っちゃいます。もうだって僕の合格してますから全然それできます。なぜならばもう計算の領域なんか完全にダブってるしね、まあ、回答用紙の作り方は違うんですけども計算の領域かなりダブるんですよ。でもって言うとね計算問題の質的な部分。 これは今でもそうだし僕らの時もそうなんですけど計算問題の私的な部分でいうと材表と簿議論ってね比較にならないぐらい材表の方が簡単です。えこれはもう断言します。いやいや最近の試験材表難しいのあったよおっしゃる方いらっしゃると思いますけどもえ材表がえらい簡単なってことは当然ないですよ。税理試験ですから。ただ純粋に出題論点の難易度を考えた時にこれいや材表の方が難しいです。おかしいです。現状認識できてない。えー、根本的に分かってないとしか僕は思えない。 どう考えそれは簿記論の方の方の方が応用度が高いからでそれに比べると財表ってのはねある程度出題形式傾向とかも固まってるんですだから非常に点数自体が取りやすいっていう特性があるのねだからそうなっちゃうと先に簿記論勉強をやって簿記論合格しました、まあ、合格レベルに行きました結果,入る結果が出る前にもう材表の授業始まっちゃうんだけど財表の授業後からやってってもねまあ楽だってもう全部できるもん だからつまんんないんですよでそれである意味間延びしちゃったりっていうのがあるねでそのようにキロ論代表ってのはかなりの部分で計算領域がダブるんですでダブるんでだったらば母材横断っていうのはコンセプトとして何を意図してるかっていうともう計算の領域に関してはね完全にレベルの高いキロ論への対応能力を身につける前提で授業やりましょうと簿記、ね、論の計算能力を身につければ代表の問題は解けますからあーだって簿記論のは難しいんですから で募金論を前提に計算能力は身につけてもらって、財評対策としては、表示の仕方た、まあ、財務省評論ってくらいですから、PLBS を作るんで、表示の仕方を覚えるだけなんで、だから、あ端的な話ですけど、財評単独で勉強をやっていただいてる方ってのは、そこまで計算領域に関して応用度高いものやってないんです。でやってないんだけど、母材横断はやりますなぜなら、募金論を想定してやるから。 でそのより高度な計算能力を身につけていただいて財務所評論へ、ね、それを転化するときには回答用紙の書き方表示の仕方だけ載せればそれでことは足りるって話にしてあるんで、まあ、そういう意味では1.5科目分ぐらい、ね、母材横断のクラスを選んでいただければ、まあ、1年間にわたる学習スパンの中でだいたい1.5科目分ぐらいの勉強をすれば2科目合格できるよっていうふうに組んである。 で、逆に言えば1.5科目分は勉強してもらわなきゃいけないんで、あの母材横断だから楽に2科目受かるっていうのは違いますからね。そこはもう明確申し上げておきます。で、この2科目を同時に合格していただけるように、まあ、極力皆さん方の学習負担を軽くしながらね、効率性を突き詰めて勉強をやってっていただこうというのが母材横断のクラスになる。で、今日はその母材横断の特性について少しお話をさせていただくということです。で、まずは敵を知らなきゃっていうところもあるんでね、今日の僕のパーポの方をします。 最初にご用意したのが、もうこれご承知の方も多いと思うんだけど、税理試験の会計科目についてです。ね。まあ、母財横断のクラスはまさにこの2科目、募金論という科目と財務省論の科目、この2つの科目を合格することを目的に授業を進めるんですが、まあ、今も言っちゃいましたけどね、まずそれぞれの科目の特性です。募金論っていうのは100%計算しか出ません。で、計算って何って言われた時にちょっとイメージしづらいかもしれないんだけど、いいこれ端的な話です。あの日商募金で受けた方。 日照簿記検定受けた方ねまあ日照じゃなくてもいいや全系の簿記検定でかのいいし全勝とかでもいいやねでいわゆる簿記検定の類いっていろいろありますがそこら辺受けたことある方は同じもんだと思ってくださいただレベルが税理士レベルに上がりますまあ計算のレベルだけで言ったら相当高まりますまあ正直3 2教とは当然比較になりません、えー、比較にならないぐらいやっぱりレベルは高くなりますが 日商の物件展なんかとほぼ同じような問題です。取引内容があって、仕分けを考えて、ね、えー、その仕分けを答えるとか、あどん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 仕分けを考えながら、g t v 決算整理後試算表を作んなさいとか、まあこういった形ですね。いろんな回答の形式ありますけども、いわゆる簿記会計の手続きだけ、日商物件展なんかと同じような形で問題出てくるのが簿記論です。だから、そういう意味でも、日商簿記検定終わった後に税理士始める時にね、一番最初に簿記論を選ばれる方多いんですよ。つながりがいいから。 同じような内容なんで。同じような内容っつったら違うな。同じような形式なんで。えただ、くどいだけど、問題の質的な部分であったり、量的な部分であったり、これも全然比較にならないですよ。329とはやっぱり全然違う。あ違いますけども、えただ日商簿記検定にかなり近い問題の形式になります。で、これ、簿記論特性ね。で、簿記論はこういう形なんですけど、財務諸評論の場合にはえ、これ100点満点のうちね、計算が50点、すなわち半分出ます。 で半分出ますんで、まあ、ここの部分は簿記論なんかとさっき言った通り同じです同じ知識でタ応できるねで同じ知識でタ応できるんですが財表特有の論点はこれ会計理論の論述があるんですねこの会計理論の論述が出てくるっていうのが税理試験のある意味特性かなというふうに思いますまあ例えばですよ皆さん方が簿記検定の勉強なんかやっていただく過程で いいいいわゆるる計算のののたたための理屈みたいな身につけていただいてだと思うの、ね、で中には一級とか前傾上級とかお受けになった方いらっしゃると思うんで一、まあ、級とかの方はね会計学なんかでちょっと理論の問題出たりもしてると思うから、まあ、少しねイメージはしやすいかなと思うんですけども、まあ、税理試験の理論財務省の理論っていうのは、まあ、例えばね減価償却を行う有形固定資産に関して減価償却を行う目的は何ですか説明があって説題があってね説問があってっていうのが。 ね、原価消却を行う目的を述べなさいあとは回答枠があるからそこに論述するんです、ね、で引き当て金を設定する目的は何ですか述べなさい論述するんですねで聞かれたお題に対していわゆる通説学説で言うとこの通説と呼ばれるような、まあ、圧倒的多数の学者さんが支持している考え方に即した論述を図っていく、まあ、これが理論論述っていうのがありますでこれが半分出る で、これが半分出るよっていうのが財庫の特性なんでまあ、大体ね税理試験の勉強を始めてすぐとかああこれから税理試験の勉強をやろうかなって言った時にうっやばいな、ね、構える方多いのは圧倒的にこっちなんです。財庫って理論があんだって論述があんだってやべえじゃんそれ。大体こっち構えるんですけどいい まあまあそれはしょうがないと思うんだよねこれまでやってないところだ,だからなかなか理論の論述って言われると最初は構えちゃうと思うんだけどでもねこれ大したことないです。ね <laughs> 大したことない軽く言うなって思われるかもしれないですけど実際大したことないです。っていうのも今の試験これ後で細かく話しますけどね今の試験って理論の問題説問としてねまあ毎年毎年試験の先生がお題を作りになるわけですが理論の問題ってね あの毎年その試験委員の先生の考え方に即したよよううなな問題っていうのはになってきてていののはきる僕らの時代っていうのはもう決まりきったものしか出なかったんでこういう説問が来たらこういうふうに暗記しといたものを書けばいいですよっていう時代だったのだから僕らの時代は理論というなら暗暗記記だったんです暗記もう完全にこう聞かれたらこうね答えてくださいっていうのをとにかく覚えるだけだったの僕らの時代はねだから今はねちょっとそういったところと変わってきててね あの昔は極端な言い方すれば僕らの時代っていうのは内容よく分かんなくったってこう聞かれたらこうやって書くんだって覚えたけどうにかなったんですけど今の試験ってきよたりすするんですよでそうなるとね結局その題材ってなかなかみんな書けない例年そうですで例年そうなんで理論の問題っていうのはそういう決まりきったところ誰でも書けるような決まりきったところをしっかり取っていくっていうことぐらいしか今できなくなってるのが傾向なの。 もうとてもじゃないけどね理論の論の述を100全て完全な答案書き切れる人ななんんかいませんなぜならばもう今はさっきも言った通り死刑の先生のお考えに即した形の題材が出てきてしまうのでそうするとね当然うちら予備校はやりますけども単なる法規法令の学習だけではなくてその考え方を取ってる、ね、その問題をお作りになる先生の学会論文とかまで全部チェックしないとできないんですよ。で死刑の先生って1回なったらもう変わらないんじゃないんで2年にいっぱい変わりますから。 で毎年入れ替わりがあるんでそうなってくんともうとてもじゃないけどね今理論で完全に点数を取りきるなんてできないですだから今はね理論の部分っていうのはもう最低限度のところを押さえればいいですよっていうのは基本のスタンスになってますねそういう形になるだからそんなにこれね怖がることはないでなおかつ会計学の理論っていうのはいわゆる作文が許されるんですあの税法の理論と全然違うんです税法ってのは法文ね 税法の法文に即した形で理論を書かなきゃいけないからテニオ派の次元まで全部合わせなきゃダメですよこれは今でもそうだし僕らの時代もそうですもう勝手に自分で言葉を書かれちゃダメ法文で使ってる通りの表現を書かなきゃいけないのが税法の理論なのだから税法の理論は今でもきついですまず暗記が大前提その上で自分の考えを組み,立てなきゃな組み立てていかなきゃいけないから税法の理論っていうのは作文は基本的にダメなんです勝手に自分の言葉で自分の表現でやったらどんどん減定されるんで だからね理論でそんなに恐れるの足らない実はでだから最初ねこれから税理士の勉強をやろうかなって言った時にもう理論があるから嫌だなっていう人結構いるんだけどそんなに怖がることないですこんなのねでこれは正直大した問題じゃないんですないんです問題はこっちなんですこれなんですい計算なんです で税理士の簿記論それから財務諸評論っていうね、まあ、2つの会計科目考えた時に、まあ、特に簿記論は顕著なんですけどいあのね日商簿記検定の3級とか2級勉強やってる時にこれたまに僕も2級の勉強なんか担当させていただく時があるからたまにいらっしゃるんだけどの勉強っってて暗記だだと思るる人はいるんだよねすなわちこれこれこういう次元が出てきたらこういう形で仕分けすればいいんだとかってね覚えるのが。 記の勉強だと思ってる人はいるんだけどあのね暗記力に頼ってる人は100%絶対間違いなく税理士験受からないです計算は無理です<え>応用力が問われるからすなわち決まりきった問題文で決まりきった形で回答を出して決まりきった形で計算やればいいですよってそういうことではない、まあ、そもそも会計なんていうのは企業において千差万別なんだから実際現場に入った時にまあ皆さん方税理士になってですよ お仕事をいただくお客様方会社によってやり方全部違うんですからそれをですね確一的なやり方じゃないと僕対応できませんってそれは税理士じゃないでしょだって税理士っていうかそれ経理マンですらないですよでんな会社のやり方を覚えてるのイコール仕事のやり方が分かってる全然違いますえそういうことではないで当然のことながら広く広範な事象に対応できるだけの会計に関する専門知識を身につけてくださいっていうのは税理士権のコンセプトなんだからひねってきますよひねってきます だから論述するための理論とは別にですね計算対策ができるための理屈っつうのかなこれはこういう目的があってこういうことがしたいからこういう計算でありこういう処理なんだこれを自分の中にやっぱりより取り込んでいくような勉強していかないと対応できないですこう聞かれた時にはこうやって答えるんですみたいに機械的に覚えりゃいいと思ってるとダメそういう人無理 <laughs> ねあんまりダうアメですけどあのいるんですよそういう方簿記って会計学ってね暗記だと思ってる人はいいんだよね全然違うねだから有形固定資産の原価証券一つ取ったってさっき例に挙げたけどさ仕分けやんのに直接音と間接とあるんじゃないですかあるでしょでまあ多くの場合有形固定資産だったら関節音で仕分けするけどもね絶対関節音でやんなきゃいけないなんてルールはないんですよ直接音だっていいんですよ 極端なし、直接をで記帳しなきゃいけないっていうのは、与えられてる資料の関連から当然判断できるのに、もし原価償却は間接法っていうね、変な先入観に基づいて勝手に自分で判断して、回答を出して全然違うみたいな。まあまああります。ちっちゃい次元でいや、そういう話です。で、いろんなのがある。何にしてもこれは応用力が問われます。だ知恵です。僕はよく言うんですけどね、知識じゃないんです。税理試験の会計科目、特に募記論は要求されるのは知識じゃなくて知恵です。 知恵が使えるところまで知識を徹底に傾めなきっていうのは僕の中で言うとこれはもう知ってるか知らないかななんです知知ってるか知らないからいその事象を知ってるか知らないかなんだけど知恵っていうのは自分が身につけた知識と知識を組み合わせ応用転換をすることによってことに対応できるこれが知恵を使うってことだからその前提で言うと会計学まさに募金は顕著ですけども求めるのは知恵なんですね だ知恵が求められてるのに知識で勝負しようとしたら土台が違うんだからそんなもん勝てるわけない対応できないですよいやこんな聞き方知らないとかねえまあもういろんなことを言い始めるキリがないですけど例えば取得原価有形固定資産で,で取得原価と僕はの違いが分かってねえとかね,ね僕は答えろって言われてるのに取得原価答えちゃったりね、まあ、ちっちゃい話でしょでもねそういうのって結構あるんですよちゃんと断片的にその時その時問題で要求されてるものを正確に把握しなきゃダメなんです ね、でそれがまさに知恵を使って問題解くってことだから応用度がかなり高いのは簿記論なんですでその苦労だけど応用度がより高い簿記論これを前提に計算の勉強を徹底的にやってもらうとこっち比較論ですけど財務収入の計算ってのは簡単です比較的簡単ですだから十分対応できるようになるまあその効率性を突き詰めながら学習を進めていきましょうというのがね母材ダーのコンセプトになります であとは、補完的にちょっと入れておきましたけどね、はい、これ、簿記論も財表も、共に実際の試験は100点満点で実施されます。で、一つね、合格目安は60点です。60点。だ6割できたら合格です。ただ、これ、実質的には上位10%が合格する相対評価であるということは常に念頭を入れてください。で、まあ、ご承知の方も多いと思うんだけど、ここ10年ぐらいの合格率ってね、まあ、簿記論はやっぱ10%ちょっとぐらい。 いうのが基本で座標なんか20超えてる時もありますでなんでそういう状況になってんのまあリスクが高いのは結構だと思うんだけどこれ基本はあくまでも60点合格なんですよ。だから初回採点の段階で60点超えてる方々が10%超えてればその方々も全部合格です。全部合格です。だからあ特に財表なんかねいい時は24%とか出たりしますけどそれはも24%の人が60点超えてるんですよ。超えてんの。だから あその人たちを落ととすようなことはしない、ね、しないんだけどまあ募金論の方が顕かな簿記論ってねだいたい初回の採点の段階で60点超えてる人が10%なんて超えないです。超えないです。だからこれまあどの試験でも大体いいそうなんだけどこれ加点んです初回の採点の段階で60点なんか取れませんから簿記論はまあ取れないですよ。 取れないからじゃあこの問題ができてる方は5点加点ねとか3点加点ねってやるんですそうすると結果として10超ええ60点を超える人たちが13%とか18%とかっていう形になって合格していくってそういう形ですだから、まあ、合格者調整のための配点調整みたいなものって座標はねほぼやってないと思いますよあの初回の段階で普通60超えるんでただはこれアギラがやってますやんないと逆に言ったら13%とか14%にいかないよねこの問題じゃっていうところ正直あるんで まあそういう試験の採点がされるていうのは知っといた方がいい。だからこれ実質的にはね皆さん日々の学習をするにあたってはもう常にこれを意識した方がいいよ。目安は確かに60点なんだけど日々の学習はもう常に上位10%に入ることこれを目標に据えて学習を進めていくこれやっぱ大事だろうね。というふうに思います。ねまあ競争試験の要素が多分に入るっていうところですね。 でその上で本試験の出題傾向代表的出題傾向っていうのを一応入れましたまず簿記論簿記論はもうさっきお話した通り全部計算だけですで計算だけなんですがこれ問題3つ出ます2時間の試験でございまして問題3つ出るで配点がね第1問と第2問で25点で第3問が50点超でかいよねなるんですが、まあ、トータル100点ですでトータル100点なんだけどこれ特徴的なのはこれ作文者なんだよね 1> 第1問第2問は学者さんって書きました。要は大学の先生です。大学の先生方が問題をお作りになります。対して第3問ってのは実務家って書いたんですが、この実務家と呼ばれる方々はいわゆるこれ公認会計士協会の偉い方です。税理士ではない。公認会計士協会のお偉い方。ね。 まあ公認会計士さんの集まりである公認会計士協会は会計ルールの策定なんかにも多分に関わっておられますんでまあそれで実務なんかもお知りを聞いいただいてる方々が問題をお作りくださるというのが第3問。だどっちかっつったらね第1問題にもやっぱり学者さんなんであのーなんつうのかな個々の事案について結構深く突っ込んだ問題が多い考えさせる問題が多いですね学者の問題っていうのは。 で対して実務家の先生がお作りになる問題ってのは本当に実務で知っておいていただきたいような話が多いですよ。まあ当然考えなきゃいけないところも多分にありますけど、例えば当座預金からね、えー、改革金の支払いで振り込みあったと。で、振り込みあった時のに振り込み手数料うちがと負担することになりましたとか、じゃあその時どうするのとか、ね、先方が負担する手数料に関する扱いはどうするのとか、まあ、こんなのいかにも実践的でしょ。そういうのがね、えー、第3問出たりします。だからだいぶ実践的な問題になるのが第3問ですかね。 まあそれに比べるとアカデミックな観点から個々の論点を深く掘り下げて考えさせる問題の傾向が強いのが学者さん。まあ、いずれにしても、これ、簿記論は2時間で解く問題ですけども100、100%すべてが計算。簿、ま、記、あ、検定なんか出てると同じ問題です。で、これね、えー、一応問題構成はこうなるんですけど、全体としての特徴も一応入れておきました。まず、繰り返して悪いけど、計算の難易度、極めて高いです。特に第1問、第二問なんか、結構深いところまで。 考えさせますよだって駆動だけど知恵使わなきゃダメでなおかつ大きな特徴これです回答しきれないぐらいの処理量が出ますこれね駆動だけど簿記論って試験時間二時間なんですよ二時間なんだけどいいまあ皆さん方はそこを目指してもいいかもしれないけどねあのね例年本試験の問題を一般の受験生さんが二時間で解き終わりますかすべての題材解き終わりますか無理です 全然無理です終わんない。全然終わんないで終わる人なんてまあいるのかな僕はね、えー、税理士の事業を担当させていただくんだってもう1 5年経ちますけども今んところ残念ながらあ2時間の試験時間で全部解け終わりましたって人は見たことないです。僕はね。あの受講生さんで見たことないしまあはなからそんなの目指してないっていうのがあるんだろうけどもまあまあいらっしゃらない。 いらっしゃらないし。まあ僕程度の人間だとね。2時間だとね。無理です。<laughs> あの, <laughs> あの <laughs> ね、こんなこと言うとあいつ大丈夫かって思われるかもしれないけど、いや予備校の講師だってね。2時間で解き終わる人なんかいないよ。いあの全然答えが違っていいんだったらいいですよ。そしたら2時間で終わりますよ。でも会ってね。えものいっぱい書いたってしょうがないでしょで。当然のことながら、あの全然点数取れないような形で2時間で解き終わったってしょうがないけど、そんなん意味ないです。誰とできんだから。 当然僕が言ってるのはちゃんと答えが合ってる前提で2時間で解き終わりますか無理っす。無理っす。で予備校の講師でもまず無理だと思いますよ。中にはできる人いるのが欲しいんだけど僕ねあのそれなりにね、まあ、うちの学校もそうだし他校さんにもね、えー、有名な先生方おいでになります。まあ幸いいろいろ僕は横のつながりも持ってるんであれなんですけどもあのー、私が講師の中でね非常に優秀な先生方いっぱいいらっしゃる。 で先生方いっぱいおいでになりますけどね私があお知り合いになられたねえ栽培にして、あのー、地獄を得ることができた先生方の中でですね2時間で解き終わってなおかつ満点出すっいうのは1人しか見たことないです。1人しか見たことない、まあ、それはちょっともうよその学校行かれてるんでね、あのー、具体的にお名前出すのはね大変恐縮なんで僕、まあ、それはちょっと避けますけどあの会計士の授業をやっておられる先生ね あの人だけ <laughs> いやすげえなーってもうもほんとびっくりしちゃったもん僕その人だけですよその人だけで僕一番最初に講師やったのがまあ比較的大手の学校さんで皆さん名前は誰でも知ってる学校なんで講師の数もいっぱいいますよそこね専門学校持ってるからまあメインがそっちだからっわった方がいいかなまあ、そんなこと言うと分かっちゃいますけどあそこなんか講師の数いっぱいいますよでものすごい優秀な方いっぱいいますけど2時間で全部解き放って満点僕見たことないです その学校で, <laughs> で <laughs> あのこっちに来てからです。1人だけ。そんなもん、そのレベル。で、一応ね、まあ、スピードだけで言ったら僕らよりも受験生さんの方が速くなったりするところはあるけども、満点取るという前提で考えたとき、2時間中絶対終わんないです、これ。絶対終わんないです。だから、ほとんどの受験生さん、まず無理です。まず無理です。それぐらいの量がまず出ます。で、そうなってくると、模擬論の試験、いや、そんなとっ切れないものを出してどうするのって言ったときに、 これは伝統的にそういうい問題を意図して出してて出んですなんっつった時にこれなんです。もう簿記論はくどいだけど回答しきれないくらいの量もあった上になおかつ問題の中に考えさせる論点がいっぱいある。ってことはですよこれ資料を見た時に解く問題解かもない問題の見極めができるぐらい各論点の正確な理解と対応力の習得これ必要になります。だこれね要は会計に関する対応力 ここの事案に対対する問題対応力をどれだけけ身につけてきたかこれを問うって言った時に問題の作り方って2パターンあるんですよす。どれだけ正確に会計に関する知識を身につけることができそれを理解しているのかこれを問おうとした時に問題の使い方2つあってまず1つが税理士5キロみたいにねとにかく量バーンって出すんです。で、量バーンって出してもうとてもいいじゃないけど2時間解き終わりませんよと。そんぐらい出すんです。で、出しといて何するか。要は、 極めて短い時間で効率的に得点できるだけところを見抜くだけの知識を持っているかどうかを、それを通じて把握するんですよ。わかります。言ってることだって、どの論点見たって同じような風に見えちゃうとか。この題材を解くのにどれぐらいの時間かかるとか、全くわかんねえとやってみなきゃわかりません。と。そのレベルの人は手当たり次第やるしかないでしょね。 だ何の問題見たってとりあえずやってみるみたいな話になるじゃないですかそういう浅い経験浅い知識しか身につけてない人は自動的に振り落とされるんですよ全部問題チェックした上でできるとこできないとこは当然だけどもできるけど時間がかかるから後に回すとかそこまで判断できるぐらいの知識を身につけときなさいとそれができてないと上位電波入りませんよそういう問題だのそういう出し方なんです僕論ってだからこれは全然僕はありだと思います もう今後もこれは続けてほしいと思ってる。だから、問題を見たときに、まあ、言葉はきついかもしれないですけど、正直言って勉強が少ない人、勉強が足りてない人は、何が大事で何が大事じゃないか、もっといいや、問題を見たときに、どれくらいの時間でこれ回答できるか、わかんないです。わかんないから全部やるんです。そうすると、そういう人って足はまったときに、どっかの台座ではまったときに、無駄に時間だけ使いますから、もうずる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 点数の落ちます。で逆に言うと、ライバルはその間にできるところをどん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 やっていきますから、どんどん下がっていきます。 で、これはね、しっかり努力をした人を見極めるっていう意味では非常に望ましい試験です。で、こを傾向は変わらないですよ。ギロ論。皆さん方にご受験いただく23年もそれでいきます。間違いなくいきますよ。急に変わるわけないですから。そうすると、まあ、簿記論ってそういう問題です。ね。で、これが一つの問題、作り方の。だから、どれだけ正確に内容の理解をし、 それを自分の中で転化して対応できるのか。これを問うためには、こういう問題の出し方が一つ。まあ、あとはね、できる問題だけに絞って出すっていうのも一つですよ。日曜の1級とか近いかな。日曜の1級なんすうの1時間半の試験でね、商業簿記解決を解くんですけども、あれ1時間半あれは終わりますから、ほぼ。ほぼ終わります。全部か全部じゃないかもしれないけど、ほぼ終えられる。で、終えられる量しか基本的に出てない。だあれば純粋に、はい、できる量しかやってません。全部やってください。そういうスタンスですかね。ね。どっちかなんです、試験って。 どっちかなんですけど多分こっちのはきついですよ。ねこっちのはきつい。だって、あの、二周一級みたいなやつって言葉悪いですけど、ある意味、山みたいなのをかけておくとね、それが当たればできちゃいますから。たぶできますけど、図入リ士って量が多いでしょ。量が,が多いってことは、広範な問題が出ますよ。山なんてかっきりないです。だから、簿記論とかで、まあ、こんなこと言うのはちょっと今、本筋から外れますけどね、試験間際になって、簿記論の山なんですかって聞く人が僕にいるんですよ。 で別に聞かれればこういう話じゃないって僕言いますけどね。簿記論で山が何のか言ってる時点でもうダメです。分かってないですもん、簿記論のこと。そんなんじゃないでしょって話。解ききれないぐらい量があるんですよ。それだけ広範なもの出てくるのに山が何って何なんですかって話じゃないですか。そういうことなんですよ。簿記論で山かけるなんていうのは僕の骨頂お聴。まあ聞かれれば僕は答えますけど。でも まあそういう勉強の仕方をやっていくと結局1年間無駄に過ごしたんだろうなっていうふうに思うしまああんまり言ったらあれかもしれないけど僕そういうご質問いただいて今年受かりましたっていうご報告いただいたことまずないですね <laughs> まずないです <laughs> まずないですもうそういうこと言わないもんだって分かってる人はやってりゃ分かりますから山なんてきっかけたって意味ないって分かりますから聞き,聞きすらしないですよそんなのおまあ聞かないね でこの論点はどうだろうっていう確認はありますよ。ありますけど、山が何ですかなんて聞かないです。意味ないこと分かってるんで。まあそういう特性があるのが母規論。ね、で、まあ応用力は高い。ね。極めて高い内容ですで。対して財務諸論。財務諸評論も100点満点の試験なんですが、第1問、第2問がそれぞれ25点拝点の、これ、理論の論述です。で、第3問が実務家が作る計算の問題です。 で計算って書いてありますけども財務省の場合には回答用紙はもうこれ PL と BS が決まってます。で損益計算書と貸借対象を作るんですがまあ PLBS はですね税理試験の場合にはこれ基本的に会社法に定められる損益計算書と貸借対象を作れとこれが基本。ねあのちょっとねどういう法規法令に基づく PLBS を作るかによって多少形が変わったりするんですね。 で上場企業さんなんかの場合にはいわゆる金融商品取引業の定めに基づく PLBS を作るんですが、まあ、あの有価証券報告書って聞いたことあるでしょであの UFO の中に閉じ込む PLBS っていうのは金商法の定めに基づくものなんですが税理試験の PLBS というのは基本的に会社法です、まあ、株主総会とかに提出するやつですねで会社の定めに基づく PLBS を作るんでもう財務省の改定をしてはそれです、まあ、絶対 PLBS でありますで会社法がメインです まあそれ以外にプラスアルファで例えばキャッシュロー計算書を作ってくれなんていうのが出る場合もあるし、ねえー、あとはもう株主本と変動計算書をくっつけてくれとかいうのもあるし、まあ、あとは製造業前提で製造原価報告書 CR ってやつを作ってくれっていう問題が出る場合もありますがただそれはくっつくだけでメインはあくまでも会社をの定めに基づく PL と BS ですでこれが回答誌ですで回答誌なんですけど、まあ、さっきから言ってる通りこの第3問50点配点が来る計算 これが簿記論よりも全然楽全然楽ねで逆に言うと理論の部分っていうのはまあちょっと対応できないような問題が近年続いてますだから誰でもできるような基本の部分をしっかり対応していけばそれでいいよっていうのは基本的な戦術になるかなと、うん、いうふうに思うだから端的にまとめるとね「ってもうこれなんですもう近年の傾向として計算逃げ切り型の受講生に有利な問題がついてる」書いたんですけどいい さっきも言った通りあの在票ってね、まあ、結構波があるんですけどいい時は二十何とか合格率出ちゃうんですよもう税理士の、えー、試験科目の中で断トツ率高いのね断トツ率率高いんだけどなんで率が高いかっつったらもうここなんですよ第3問で点数取れるだけ取った人はほぼ受かってんです<え>で逆に言うとね今の財票の試験計算できない人は受かんないですから<え>計算できない人は受かりません え断言しますた。例えばですよ、50点満点のうち、計算問題はもう仕分けが嫌いとか、計算嫌いとかでね、どんなに頑張っても20点ちょこちょこしか取れませんと。ね。そういう方が、じゃあ理論に勝負かけますって理論一生懸命やって受かりますか受かんないです。100%受かんないです。無理です。えまああの断言するのもあれですけど、無理です。え無理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 。20点前半とかで計算問題が終わっちゃう人は、もう財布受かんないです。受かりません。僕そんな人見たことない。 ねえ見たことないですなぜならば理論に勝負かけるってねくどいだけど理論って問題が2つあるのよ。伝統的にこう聞かれた時にはこうやって答えてねっていうのを暗記すればいいよっていう問題とあとはその先生その先生がご自分の研究題材に着目してですねいこれこれこういう事象についてどう思うか述べなさいみたいな問題が出る場合があるわけですよ。そうなった時にな理論テキスト載ってないですから「載っ,っけとけよ」って言われるかもしれないけど載っけらんないですよそんなの。 毎年毎年試験の先生変わるんですよ入れ替わりがありますからでしょじゃあその人がね、えー、学会論文を何本も出してるじゃあそれ全部載っけんですかでそれを全部説明するんですかそしたらね1年間の学習期間じゃ終わらないですよ絶対無理ですだからもう理論っていうのは幅広げればいくらだって広がっちゃうだって学者さんはそれ研究するのが仕事なんですから当然のことなら毎年毎年理論の教材がどん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 ,どん増えるじゃないですか,かそんなのね 対応しきれないんですすじゃあどうすんの理論っていうのは通説妥当なうもの、ね、圧倒的多数の先生はこういうふうに解釈されますよっていういわゆる暗記で対応できる問題が半分で残り半分は純粋にその先生の考えに即して書かなきゃいけないのよ今理論ってそういう形になってんのってことは理論ってね一生懸命やったって点数を取れるのはその暗記でいいですよっていう半分程度ですよとか端的な話50点配点クルージュの25点ぐらいですよ暗記で取れるのって。 じゃあ25点でね、ね、第3問の計算がよ、ね、20点ちょこちょこだっつったら、トータル何点ですか ?44、5点じゃないですか。60なんか全然いかないでしょ無理ですよ。無理無理。ですか全然無理。だからえ、理論に逃げちゃダメなんです。今、計算ができない人は税理試験の標表浮かんないです。浮かんない。もう間違いなく、計算重視。で、計算重視ですから、計算をしっかりとできるようにする。 だからもうこれね僕の授業入っていただいたら毎回言います毎回言いますけどもう僕はこの母材横断担当するようになってからずっと目標を変えてないもうこれですうちのクラスの目標財票の第3問は常に40点以上50点満点のうちの40点以上を目指してもらいますで理論は大きく落とさなければそれでいいすなわち暗記で対応できるようなところをしっかり拾っていけばそれでいいそうすれば勝手に60なら超えます超えますだから受かるんです でなんでそれができるかっつったら駆動だけど母規論に比べて出題論点が固定化されてるしなおかつ計算レベルが低いんです材表はいや難しい時もありますよそれは国家試験なんだから難しい時ありますよただ難しい時はありますけどいや墓地論より難しいですねおかしいですそんなの少なくともここ15年で材表の問題が母規論より難し,い難しかったですないないない,い絶対ない <laughs> 断言しますそんなのない 材表としては難しめだよねってのはあると思いますよ。ありますけど、募金は全然難しいですね。ない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 。ないです。絶対そんなことないです。ですか募金より簡単です。だから、私の受講生さん、例年担当させていただいている多くの受講生さん、現にこの最低40点以上、全然クリアしてます。そういう方々は、シュッと何の問題もなく受かってもらってる。これできないことは僕は言わないですえ。目標なんで。ですか あの僕が言う目標ってのは実現可能なものじゃないと目標って言わないです。い例えば満点取られましょう。まあ、満点狙ったっていいですけど満点取りましょうってのは僕は求めてない。だから目標にはしない。それは夢でも何でもいいですけど表現は。僕はねできないと思えるものは目標に進めないです。無駄だから。ああ、できるものしか目標とは言わない。僕の感覚では。で、これできます。なぜならば実際皆さん方の先輩方みんなこれクリアしてるからです。してます。できます。いけます。い だから母材横断の強みってここなんです。ここなんです。だって皆さん計算問題がよ母規論よよ母論りレベル低いんですよ確かに表示の仕方を載せなきゃいけないっていう話がありますけど計算問題の質的な部分で言ったら絶対母規論より低いんで,すでも皆さん方1年間にわたってこの母材横断のクラスはずっとレベルの高い母規論想定で計算能力身につけてもらいますからちゃんとそれをクリアしていただくことができれば当然ですけども問題時に決まってんですよ。 表示の仕方のっけだけですから現に皆さんの先輩はそれをやっておられるだからこの50点満点の計算問題のうち40点以上の得で、ね、全然できますよ去年の試験だって試験を終わって1週間後だいたい僕は週末に分析会ありますそこに通学なんかに通ってくれてた受講生さんいっぱい来てくれてねこんな状況ですいろいろご報告いただきますけど去年もね栽にして僕がね簿記の2級から担当させていただいた受験生さんがいらっしゃいます で、簿記の2級を僕が担当して、で、そのままね、えー、税理士の母材入ってくれて、で、去年初年度ですよ。ダブル合格ですよ。簿記論、財表、ダブル合格。まあ、それは本人が一番頑張ったのは間違いないけども、彼なんか、1週間後のお分析会の段階で、自分のね、回答作成状況と、各予備校が出してる予想配点まあうちも出し、予想さんも出すから。 全部分析やってそれでですね座標は自己採点で44でしたね初年度ですよでもっと言っちゃうと彼税理士の母罪始まった時にはまだ2級受けてなかったですからねえっと事業自体入り始めてくれたのが彼は8月から8月から始めてくれたんだけどその時の11月に2級の試験取ってるからねっ だから2級の試験を受かる前に勉強を始めてくれたんですよ、まあ、僕がちょっと2級からずっと担当させていただいてるっていうのがあるんで、まあ、説明のノリが同じだからね、あのー、そこの部分は変にね、えー、変に言ったらまあ切れなかったんでつながりも良かったっていうのはあると思うんだけど彼だって44ぐらいですよで彼が得意なの全然普通に去年の代表に関しては45っていう方もいたし一番高かったら47ですね全然いけます いけますよだって工藤だけどよりレベルの高い簿記論前提で計算能力を身につけてるからそれね母材横断の受験生さんの絶対的な強みです材表だけを受験勉強やってる方ってそこまで高難度のものを勉強してないから大体いい材表だけを勉強してる方は計算問題の目標って35前後って言われること多いと思いますよ50点のうちの35点前後を目標にしようねって言われることは多いと思いますだからうちのクラスはそれよりも高いんですなんで難しいことやってるんだからだから計算でガッツリ取っちゃいましょう で逆に言えば、墓祈論、材票同時に勉強することによって、材票単独の人に比べれば理論が少ないんですよ。当然、授業の中のね。だ理論が少ないから、じゃあね、仮にですよ、暗記で対応できる部分、理論が50点のうちの25点だと。その時に、まに、あ、うちの母材の受講生産は20点とか18点ぐらいがいいとこになるわけだ。で えー、暗記のところでしっかりやって母財、材、えー、表だけ勉強した方は暗記のところだけしっかりやって、そこだけ点数取ったとして、まあ仮に25点取ったって、7点しか差がないじゃないですか。計算の問題で45とか取ってれば、一般的な材表だけをやってる方々の目標の点数、計算問題の計目標点数って35って言われるんですから、去年の私の母材の受講生産で合格してくれた方は45とか471点ですよ。ということは、計算部分で10点開いてるじゃないですか。 理論の部分の少なさを計算でカバーできてるじゃないですかそれどころか差を広げてるじゃないですかでしょそれが母材をやる方の強みなんですで今はもう試験自体がここ十数年材表はもう間違いなく計算中心だからもうここにも書かせてもらったけど絶対理論逃げちゃダメもう計算が嫌だからっちって理論に逃げる人いるんですけど理論に逃げたらもう負けます計算じゃなくて理論やるんだそれは逃げてるわけです 理論を重視するんだって言うんだったらどんなに少なくても38点以上ですね。計算はコンスタンスに38とか37取れるただ目標としている40点に23点足んないだから理論に力をかけるそれだったらまだ上がるでも30点前後ぐらいの人が理論をメインでやりますとか理論に勝負かけますおかしいですそれはおかしいですいそれは逃げてるだけ逃げちゃダメなんですね。 厳しい話に聞こえるかもしれないけど税理士試験は基本競争試験なんですよね、上位10%に入る競争試験なんですで皆さんだってそうだろうしえ周りの受験生もそうだけどね、まあ、なんか日々会社行ったと面白くねえからじゃあとりあえず勉強やろうかってそんなおきらかな人は、まあ、いないとは言わないですけどもそんなに多くないですよやっぱり税理士試験の勉強をやろうって人はそれなりにまあ言葉汚いけど腹据えてね いやここのところで一つ勝負をかけて今後の自分の生活の糧をしっかりと得られるような自分の能力スキルアップを図ろうとある意味自分の人生かけて大げさに言えばですよそれで勉強してる人が多いんです皆さんだってそうでしょ、ね、なんか不安だとお勤めの会社だって業績は上がってきてるとか ね、このコロナでもそんなに悪くならなかったし、支給量も減らなかったと、そういう方もいらっしゃるでしょう。でも、やっぱり将来に向けて何か不安があるから、自分の中で一本、大きな柱を持ちたいとで、それを強みとしていけば、転職するとかしないとか、開業するとかしないじゃなくて、ね、自分はこれだけのものを難関と呼ばれるものを身につけたんだから、それを軸に、ね、なんだってやっていけるだろうと。ね まあその大きな柱を身につけることによって自分の中に柱を作り出すことによってそれに関連するような業務に転職をするなり会社の中でその能力を有効に活用するなりそういったことを考えて勉強されてると思うのこれから自分が生きていくにあたって大きな柱となるものを作りたいと思って勉強してるんですよだみんな人生かけてるんですその人たちは当然やりますやりますその中で上位10%に入らなきゃいけない ここれはは決して楽ななとではない厳しいですよ。だから難関なんですから。でもね、難関だからこそやる意味があるんでしょなんかね、この手の話をするとですね、何やれ、IT が進むだろ人工知能が進むだろそんと、資料がいらねえとかね、まあ、そういったことをおっしゃる方もいらっしゃいます。で、それは半分あってると思いますよ、僕。ねえ。 今後どどどどんどんんどん AI がが進歩したりソフトがいいも出てきますから今なんかだって確定申告だってね丸抜方式でどんどん簡単にできますとかってよく宣伝やってんじゃないですか。であんなのは正直言って自分でやりばいいレベルの人はあれでやらへんんですよ。わざわざ税理士なんか頼むことはない。でそういうお客さんがどんどん減ってきますからま決まりきった確定申告書を代行屋みたいにね代償屋みたいに作ってるだけみたいな税理士はもう今後いらないですよ。それは間違いないです。 プラスアルファの付加的なサービスが提供できる税理士は今後だって絶対仕事なくなんないですよ。ね。あの、なんだって AI が進めば修行なんかいらなくなるんってゃう嘘です。あれは経営者というものを知らない人たちが言ってる。僕もうちの妻はじめ家族がですね、えー、ずっと事務所やってます義。義理の父の方もやってるし、母の方もやってるし、やってますけども。 その中で日々ね中小企業の経営者の方々とお話しさせていただくときにやっぱりこれはよく言われるけどね経営者ってやっぱり不安だし孤独なんですでそういう時にお金に関する話っていうのはもうある意味経営の根幹に関する話でしょそれねやっぱり誰に相談しますっつったら専門家としての税理士に相談したいのよ、ね、いやそんなの僕は求めないって人も中にはいるかもしれませんねでもそれは昔から言いますからそうじゃないので自分の中ではこういうふうにいきたいと 思ってるところがもう8割方決まってる決まってるけど最後に専門知識を持った先生に相談してこれで行きたいと思うんだけどどうだろうかいいんじゃないですかこの一言が欲しいのよ。それのために顧問契約を提携したりまたはアドバイスをねしてくれること自体に価値を見いだして顧問契約をしてるえ事業者さんっていっぱいいるんです。いるんです。そんなのパソコンの画面に打ち込んで答えが出てきてそれで満足する経営者がいないですよ。 ね、だから税理士の仕事はこれからだって絶対なくならない断言します人間が経営者である以上はなくなりませんあの経営者が全部 AI になんだったらなくなるだろうけどねでそもそもの話ですけどね適当に簡単なソフトを使って入力やってパパッと申告できる程度の人達ちてそもそも税理士の対象じゃないんですそんな次元の人たちを対象に業務をやっていくって昔いっぱいありましたよそういう事務所とにかく数が重ねて一件一件は剥離でね 数重ねることによって儲けを出すんだってそういう事務所もあったけど今だってそんなないですもんど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 ん廃業してますよいらねえあんなのそんなところはなくなるの当たり前なのでも税理士はいそういうもんじゃないの申告書作るのは当たり前です日々の会計業務を代行する当たり前です経営に関するご相談であったり提案というものができるっていう強みがあるんですそれが税理士の将来性につながるんですよ絶対そうなのでそういうものを皆さん目指すんだから そうでしょねだから難しい。当然難しい試験をクリアしなきゃそんなもんやらせらんないじゃないですか。その程度のことができないのにですよ。その程度の資格の勉強をするのが嫌だっつって人間がですね、コンサルなんかちゃんちゃらおかしいじゃないですか、だって。できるわけないでしょ。ねだからそれは当たり前の話なん。苦労するのは。でも、やり方っつうのは、ちゃんと方向性を間違わず勉強すれば絶対合格ができる。これは税理試験の大きな特性ですから。ねまあ、ちょっと分けみじんそれだけど。 ね、そういったところはぜひ念頭にいながらああ勉強は進めてほしいなというふうに思います。ね、でく藤いですけどもこの簿記論材票を同時に学習する効果またまたぱに言いましたもう計算難易度は絶対簿記論の方が高いだ繰り返して悪いけどもこの難易度の高い簿記論をしっかり対応できるように勉強を進めますからおのずと計算のレベルが低い材票が対応できるようになるに決まってるこれが特徴、ね。だからもう僕はね とにかくこの計算能力をしっかり身につけるっていうことをコンセプトに授業これまでも続けてるしなおかつかこれからも僕はずっとそれできますだから皆さんボキロン財布に関してはもうとにかく計算を制するものが試験を制する間違いないです計算できないと受からないですだから計算を諦めてはいけないね、計算領域を諦めずにしっかりとここで強みが発揮できるように勉強はしていただきたいというように思います で最後にね、ちょっと僕が母座用ダのクラスを実施するにあたって、意識してることっつうのかな、えー、講義実施の基本コンセプトをちょっとまとめときました。で、近年の試験傾向。これね、近年の試験は難易度もどんどん高くなってます。問題難しいですよ。で、出題範囲も後半に及びます。ただ、ただね、これ僕ずっと言ってるんですけど、本試験で合格を左右するようなところってのは高難度の論点ではないです。 間違いないなですで具体的には極めて難易度の高い問題っていうのはほとんどみんな得点できませんできませんじゃあ受かってる人たちはどこで点数稼ぐの基本に忠実な論点を積み重ねた人が合格するんですこれねもう間違いないのよで去年の試験が非常に良かった去年の簿記論の試験ね連結出たんです連結2級とかでやったでしょ で連結会計嫌いな人多いじゃん多いでしょね多いんですよ。で、去年は第2問って中に4つ問題があって、その中の1個は連結だったんだけど、この連結えらい難しかったです。で、難しかったんですが、その難しい連結の問題を一生懸命やっていただいてもいいんですけど、僕のクラスで合格された方々、合格された方々、ほとんどその連結やってないです。なぜなら僕、授業所にやるなっつったから。 見たことないような連結が出てきたらやんなくていいっつったんでもうすっ飛ばしてますすっ飛ばしてますでもその方々みんな受かってますいほぼちゃんと受かってもらってますいで逆に言うと連結に変にこだわって時間ばっかり使った人本来やんなきゃいけない他の問題できてなくて落ちてますやるなって僕言ってるのに <laughs> で,でねあのね今例としていいから僕あげたんだけど税理試験でね やたたららめったら難しいい論点がでできるることで受かんんじゃないんです特に募金はそこが顕著あのね端的に言うと日照簿記の2級まで <laughs> ね日照簿記検定の2級までに見たことある論点これが税理試験レベルまでぐーっと振り下げられるわけですがここがちゃんとできる人は間違いなく受かるんです。間違いなく受かるんです。 いや連結だって2級でやってんじゃんって思われるかもしんないけどもう連結なんつうのは2級レベルでいいんです。でこの間の試験出たのは2級どっこじゃないよ。えんらい難しい。えんらい難しい論点が出てるんでそんなのはもうやんなくていいんですよ。2級までに見たことある論点で少し応用的になってるようなところをちゃんと拾ってやっていけばもうこの間の連結は少しじゃないですから。見たことないような話なんでそんなんできないんですよ。でそんならどうだっていいんです。 そうじゃなくて、2級までで勉強したことある論点を本試験レベルにガッと引き上げられてくるんですが、そういったところがちゃんとできてる人は間違いなく受かるんです。単的に言いますよ。有形固定差の話、さっき言ったでしょ。有形固定差については2級の段階で売却、除却、買い替えやったよね。で、有価証券売買とかも、例えば、公社債売買で波数利息調整とかやったじゃないですか。伝統論点ですよね。ああいう問題を100%確実に正当率取っていけば、ちゃんと受かりますよ。受かります。 でね、あのこれ今は SNS でいろんな形で情報を得られる時代でいい時代になったけどだからこそ嘘の情報がいっぱいあるいっぱいあるで試験間際なんてやっぱりねその難しい連結だったりあとはデリバリブとかもうここら辺のことばっかり言う人いまいっとしいんですよデリバが分からんとかいいんですよそんなもんデリバリブなんていうのはじゃあ中小企業でデリバリブやってる会社はどんだけあんのねどんだけあんのそんなにないでしょ でそもそも税理士験っていうのは税理士っていうのは主たる顧客層っていうのは中小企業ですからね大企業になっちゃったよ会計士になっちゃうんでそうでしょ主たる顧客層は圧倒的に中小企業なのでそれに対応するということを想定して問題ってやっぱ出てるんだからデリバなんか非常上の中小企業でやってる会社少ないでしょだからどうでもいいぞそんなのそうじゃなくてですか 日々使うそういう有形固定資産の話とか有価証券の話もそうだし無形固定資産もそうでこういった基本の部分でちゃんと点数取る人って受かるのよ絶対絶対受かるのよで逆に言うと毎年入試試験で結果出てない人ってねそこ間違えてんのでそこ間違えてんにもかかわらずいや連結が全然わかんなかったとかそういうトン,チトンチキなことばっかり言うんですよいや連結ができなかったことによって落ちてるんですかあなたは違うんです この間の試験だって連結出たって言ったでしょ連結ができなかったから落ちたの違いますよ全然全然違います仕入れ感情を作ってくださいって問題があったんですが仕入れ感情作れてないんですよ感情学なんかいろはのいいじゃないですかでしょねえ <laughs> そっち作れてないの嫌で連結連結っておかしいでしょって話ねえ仕入れ感情を作れてだって3級の受験生はできますよそれができてないのに いや、連結が難しかったからって。もう,もうダメです、それ。根本的に、まずい、今年の試験の、題材の中で、何が自分にとってダメだったのか、状況把握ができてないんだもん。それじゃ落ちるよ。悪いけど。何が大事なんですか連結がそんな大事なんですか違います。連結ができなくて落ちてるんじゃないんです。100%違います。仕入れができない。固定資産間違える。無形固定資産も対応できなきゃ、資本も間違える。 それじゃ受かんないよ。そういうことなの。だいたいね、何が大事か分かってないんです。分かってないから、そういうトンチキなことばっかりよ。そうじゃないの。別に連結を掘り下げたっていいと思うよ。デリバティブを一生懸命やることを僕は否定してない。そうじゃないんです。それがダメだっつってんじゃなくて、それをやる前に、やらなきゃいけない部分があるでしょ。だから、UK 固定資産の話を僕、例に挙げたけどね、売却とか除却あるでしょ。あれ、問題集とかの問題解くじゃない。正当率8割、8割5分。 ね、80%、85%ですよ。これ皆さん、85%の正答率ですったとき、高いと思いますお渡しする問題集とかですよ。教材の問題集とかの問題で85%ぐらいの正答率です。高いと思いますかね。僕に言わせればべらぼに低いです。だって、有形高低差の売却なんか3級だって出てるし、2級だって出てるでしょ受験募金は年金年収で出るんですよ。税理試験だって出るんですよ。出るの分かってんじゃないで、なおかつお渡しすしる問題集ですよ。何回も解くんでしょ ね、にもかかかわる生徒率85%なんですか出るの分かっててお渡ししてる教材で、ね、何回も解けるものを、ね、何回も解けるものじゃあもう一回解いた時に正答率85%低いです。勉強は足らない。それじゃあ無理よだってさっきの話じゃないけども人から先生と呼ばれる資格を取ろうとしてるわけでしょ で世の中資格はいろいろあるけども税理資格っていうのは幸いにね取ってちゃんと登録できれば基本的にこんな食べやすい資格ないと思いますよ。あのね税理資格を取れば絶対食っていけるかってそんなの分かりません。いやそんな無責任だと思うかもしれないけど当たり前でしょそんなの。だって自由競争の世界なんだから脚を見っけうのは自分の努力ですよ。ね資格取ったら絶対食っていけますってのは今医者ぐらいですよ。医者だったら大変かもしれないけど。 ね、どんなにやぶだって基本的には医者としてやっちゃいけるじゃないですかねえ、あの地方なんか行ってお医者さんのいないとこ行けばとりあえず診療所の先生にはなれるでしょだから通ったらいけますよっていうのは医者ぐらいですよって言うとお医者さんに失礼かもしれないけどでも実際そうじゃない税理士通ったら絶対食ってきますそんなことないですよでもこんだけ恵まれてる資格ないですよだってうちの事務所だってそうですけどどこの事務所だって多分ね今実際に商業をやってる会社ここ2,3年のコロナのほらね えー、個人事業主に対する給付金持続化給付金だの何だのってあったでしょで事業支援、えー、事業復活支援金とかも今やってるじゃないですかやってるじゃないであれ申告したいからっつってそれまで自分で確定申告やってたこと申告したことないけどやってくださいって飛び込みでいっぱい来たんですよまあ断ってますようちの事務所奥さんのところの事務所もそうだし、まあ、父方の事務所もそうですけど法人もそうですけどやってないですもんなのやんないやんないんだやんないですよなんだか分かんない人 なんで単発でそんなんやんなきゃいけないですかそんな暇じゃないですもん。それぐらい仕事いっぱいあるんですよ。で、それでも確かにやっていけない人はいますよ。なんだってそうでしょうだって。ねなんだってそうでしょうだって営業力で仕事取るに決まってんだから。税理士さんも営業しなくったって食ってくるけどそんなことはないですからね。当然そこは自分でクリアしなきゃいけない部分であるけども、ただ他の先生に比べれば絶対仕事しやすい状況であることは間違いないんですよ。税務っていう独占、独占業務があるんだから。 でしょ、ね、そう思うんででですよでしょそそれが生理試験じゃんでそのことを考えた時にやっぱりねそういう資格を手にしようとするんだからねお渡ししてる問題集でなおかつここの部分は大事だよって言ってるところに関しては正当率100%をまず担保するって絶対必要じゃないそれぐらいやんないとねまあそれをやれるようにするためには問題を3回転するのか5回転するのか分かんないけども ね3回転できなきゃ5回転やればいいじゃないですか5回転ダメだったら7回転やればいいじゃないですかね人並み以上のものを手にしようとしてるんだから人並み以上の努力をするのは当たり前なのねえそれは当然やるべきことだまあこんなの僕は皆さんに言わなくたって分かってると思うけども当たり前だもんねでねここが重要なのねちょっとまた話がそれだからだけど僕はねそういった基本の部分 基本の部分をしっかり得点しきるっていうのは大事だと思ってるんでもう徹底的にその点重視してやりますだから皆さん方あのね僕は受験戦術上絶対取らなきゃいけないところとそうじゃないところ明確にしますそうじゃないところはもう保険なんで最低限度これだけやればいいっていうところは明確に言うからそれ以上やらなくていいで逆に言うとこの論点はとにかくいろんなものをやってくれと明確に言いますだから僕極端な話今年もそうなんですけど あのね、テキストには入れてあるけど扱わない論点結構あります特にテキスト後半行けば行こうと保険なんでそんなのやんなくていいって言いますで中には気になる方がいらっしゃると思うんでその方は自分で勉強していただいてご質問いただくなは何なりしてください全然それはウェルカムですからただあ僕はもう重要性の高いものそうじゃないもの明確にしますでこれができるようになれば受かるっていう力を皆さん確実に伝達しますんで例年それをしっかりやってくださった方々間違いなく受かってます受かるんです やり方ななんんでですすす何をるかそこを明確に皆さんにお伝えするのは僕の仕事だと思うんで、えー、そこは明確にしてね授業自体は進めていくということです、まあ、とにかく皆さんには効率的に短い学習で効果的に合格を手にしていただきたい、ね、そのためには重要性の高いとこそうじゃないところを明確にするんで、ね、僕が重要性高いとこれはできるようにしてくださいと申し上げたところ徹底的にクリアしていただければ必ず受かっていただけます で、一生懸命走ってくださる方々に関しては、僕はもう精一杯後押しします。それはもう約束します。ただ、やってくれなければ後押しのしようはない。そうでしょう走る気がない人間を後ろからグイ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 やったって、走ったことにはならんじゃんだって。ウェーウェってね、<laughs> 押されてるだけですから、そんなのはそれは無理ですよ。ね僕はちゃんとやるべきことをやってくださる方であれば、もう最大限バックアップする。でね、今、 まあこれからねいろんな学校さんなんかをチェックして、まあ、講義というものをご選択いただくと思うんだけども税理士というものを一つね選択肢に挙げてくださった皆さん方これは判断として僕は絶対間違ってないと思うんですよ将来性多分にあると思うんで、まあ、こういったご時世です、ね、これからだんだん僕はもうちょっとまあ来年以降ちょっとこれ、ね、本当に僕日本やばいと思ってるんで自分自身のことも含めてですけどもうちょっと日本ちょっと相当やばいでしょ今。 ねえでもう皆さん方みたいにこういうふうにね自分の余暇を削ってでもお金使ってでもとにかく自分のスキルアップを図ろうっていうふうに考えていただいている方々だったらなおわかると思うんだけどねもう日本はすでにもう先進国ではないんで経済力で言ったら。で国は何もしてくれませんから。このまんまずる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 組織に生まれ組の制度に生まれてったら自分たちも落ちる一方です。 それが嫌だと思ったらやっぱそこから抜き出すような努力を今しておかないともうこれが何年も経った後じゃどうにもなんなくなると思う僕は。あんなこと言うとねあのちょっと、うん、なんだ日本をバカにしてっていうふうに怒られた時があるんですけどまあ別に日本をバカにしてるんじゃなくて事実がそうでしょ。先進国じゃないですよもうここは。まあ、世界的にはまだぎりで先進国って呼んでもらうこともありますけどだって経済大国なんでもないじゃないですか。ねえ。 別にトヨタさんがどうダメっつってんじゃなくてトヨタって伝統産業ですよ車やって今どき先進国で相も変わらず自動車産業がトップカンパニーってそんな国ありますアメリカ見てくださいよアメリカ見た時に自動車産業がトップなの違うでしょ伝統産業で残ってるのは残ってるんですが今でもトップ走ってるのは軍事産業ぐらいじゃないですか でも時価総額で言ったら軍じゃないもんね今ガーバって呼ばれる組織がでかいんでしょあんなのだって20年前にありましたあったかもしんないけど,どんなでかかったですか入れ替わるじゃないそれが普通の先進国よでもここの国はそれができてないでしょねだからそういう状況にもう明確に置かれてるんだからもうこれズル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 言ってたら周りと一緒に自分たちも落ちるしかないねえ 自分ででどうにかかすするしかないんですよだからその一つの選択肢としてこういったものをご選択いただく皆さん方の先見の命みたいなものって僕は非常にあると思いますよ。だだだから頑張っていただくだけの価値はあると思う、ね、でここで、えー、しっかりとね一つ大きな柱を身につけることができれば今後皆さん方の将来でも。 大きききく僕はは役にに立つもののだだだとと思思うのでぜひね前、まあ、向きに頑張っててていいいいたた勉強していただきたいななますなんかよもやむ話みたいになっちゃったんであれなんだけどねあのー、講座の細かい学位であったりシステムの部分については過去本校のスタッフであったり、えー、また私どもねお客様相談センター等でも随時ご相談をお受けすることはできますからあぜひですねそういった制度を活用していただきながら疑問点の解消をしていただいてもよしこれだったらやっていたやってこうと。 原曲ってねいただくことができたらばぜひ講義にご参加いただいて来年2023年度の試験でね模倣合格2科目合格をしていただいて、まあ、そしたらねあのあ私の講座の,あのパンフレットにも載っていただきたいんでね、えー、いうふうに思いますんでね、えー、ぜひそちらを目指してね頑張ってやっていければいうふうに思います。 はい、ちょっと長くなりましたけどね。本日のガイダンス講義はこれで終わります。はい、皆さん、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひね、前向きにご検討いただきまして、えー、23年度のクラスの方、ご参加いただければと思います。長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。以上で今日のガイダンスは終了となります。